どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、福岡県豊前市方面探索編5、今回が第8回目です。前回、山奥だったのもつかの間に、3本目の林道へと突入した TF 団。走り始めて早々、タイヤが滑り、崖へと落ちそうになりました。染み出した水の影響で、走りづらさを感じる2人。先ほどの光景が頭によぎりつつ、反対側の出口を目指します。果たしてこの道を、無事に通り抜けることはできるのか。早速続きをご覧ください。それではどうぞ。タイヤがずるってた。このわりかし新品のタイヤでいいな。このタイヤ、そう一回これパンクしたタイヤや。はい。そういう。変えてすぐパンクです。そうだね。まああれから特に空気を持つ。おお。調子乗りすぎ。今結構太い。思ったより太かった。だいぶ走りやすい。そう思ってた時期が真ん中にもありました。ちょっと溝っぽくないな。やめて。うわ、まあ、そう崖に落ちる。いや、だめだめだめ。そうそうそう。崖に落ちる前にボケる。そう。変に立て直したのこんな。そう。まあまあ逆にあっこで自分がそうなるからボケる方が正解。ああ、もう絶対そうだ。なんだ、俺も多分ボケた方がよかった。まあまあ。土がポコポコってなってたのかな。耕されてる。なんか通ったよ。なんか。最初の道が一番こうのんびりだし、確かに好感だ。本命さん本命なかなか。ここで煽る。いや煽りじゃん。あ違う。あ焦ってた。あ焦ってるわ。ステップの穴に火が挟まってる。あ、出てきたな。そうです。それを見る。はい。飛んでった。木じゃねえな。なんか葉っぱって。葉っぱってやつは、なんか、なんか長え。長え。なんかやってる。何かよ。さあ、で、乗ってよ。うわ、ああ、ごめん。先に、
ね。昔から左、昔から通行で一回も解除されたことがない。そうだな。そう。しかも場所も変わってねえんだ。そう。そうなの。もう多分ずっとあれなんです。一回走ってみたい。かなり初期の頃から。確かに初期の頃から何回か行って、何回か行って、何回もダメだ。そう、すべてそういうことです。勉強するか。さっきの道に比べて何か走りやすい。こっち側まで来たの久しぶり。ああ確かに。腕側まで来た。足伸ばしてるから。ただ床足とか行ったらまた違うよね。まあ距離が長い。行くまで1時間ぐらいやけどな。そう。そう。こんぐらいまでがやっぱり限界というか。ちょうどいいよ。そう。いいんだな。近いじゃん。しかもまあなんか良さげやけどなんか実際行ったら全然外れを引いたらちょっとダメージ。でかい。そうだ。地図上だとなんか良さげだけど、普通の道だったらな、別に何時間でもある程度走ってるけど、やっぱ山はちょっと行っちゃうけど、なんか謎の道があるこれ、急すぎる、急やな。めっちゃ急やな。あれ前なんか畳下に敷いてなかった。あれはね、違うとこや、違うとこ、行ったことある気がする。多分行き止まりではあった。まあ、大体途中に、ああいう道は行き止まりやん。そうだ。スルーできたとこなんかあんまねえやん。そうだ。一か八かみたいなのに行ったところに、そんなところに。多分、開封ねえんじゃねえか。確かに。若干ヒヤッとしてる。ああ、俺ちょうどいいよ。パーカーがちょうどいい。おー、日陰寒い。マジ寒い。うん。何も変わらんな。ああ、でも確かにちょっと虫のところはヒヤッとえ、その下何着たの。ああ、ヒートテック。ああ、ヒートテックは着てるね、やっぱり。そもそも風通しまくる。まあ、そうですそうです夏用やから。うん、これがちょうどいいんだな。で、25度超え始める。20を超えたらさすが俺もそれする。30度超えたら熱中症だ。そうだよ。帰ったら、戻ったら頭いってよ。家に着いたらなんか意外と体力が削られる。そうだよな。家帰れば全然やんな。そう帰ったらなんか頭いってえなみたいになるもんな。そうなんだよ。やっぱこう楽しんでる間はやっぱそういうところ、あ、気づかアドレナリンが出てる。でげでげで。あれもアドレナリンが出てるから、あんなことない。あんな怒りだけど。さあ、どうだ。ダメだ。届きんとはダメだ。ここダメっすね。立ち入り禁止だ。立ち入り禁止。分かってたか、そうだ。もう絶対悪行を、なんか通行の上に対応されるな。まあ、する気ねえやん。まあ、ないよ。なんか、もともとなんか伸ばそうとしよったっぽいっすよ。らしいよってよね。そう。あの、なんか、写真の一緒にしておいて、すげえ綺麗な道があるんだ、あの先に。なんか、普通にこんくらいの幅の道。で、アスファルト舗装されてる。途中から砂利になって止まるみたいな。何がしたかったの。無駄な公共交通の人たち。中津海方に入る道としてなんかすぐ手やったことか。ラップがもし開通するときはもうちょっとなんていうか、あの近くも。ああ、確かに。うん、
前もなんかこのゴミ箱なんかあった気がする。なんだよ。なんだよ。ここにもある。もちろん。謎のゴミ箱。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さんお疲れ。